はい、ハーサンチャンネルです。お疲れ様です。今日も暑いですね。今日はね、8月11日、山の日か、山の日の祝日ですね。めちゃめちゃ暑い。セミもすごい鳴いてる。昨日ね、仕事から帰ってきたらね、うちの玄関のところにセミがいて、なんかね、すごいバタついてましたね。どこに逃げたらいいのかわかんないような感じでね、玄関の外のところをバタ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 ね、飛んでてね、ジージーながら、夜中泣かれちゃうだなと思ったんですけど、どっか行っちゃったみたいで、安心安眠で寝れたんですけど、あのセミどこ行っちゃったのかな。まあ、ともかくね、めちゃめちゃ暑いんで、なんかね、冷たいもの食べたいなと思って、10時半オープンだと思うんですけど、丸亀製麺に行こうかなと思って、今、車出してます。丸亀のね、ぶっかけうどん食いたいなと思って、冷たいもんいいよね。冷たいうどんとかさ、たぬきそばとかさ、あとそうめん。なんか家で最近なんかそんなもんばっか食ってるような気がしたな。気もするんですけど、まあ、丸亀製麺大好きっ子なんで丸亀製麺今日はね行こうかなと思って。皆さんこの3連休っていうかもうお盆なんですよね。どっか行かれましたか？もうこの動画が上がるときって、多分もうお盆は終わってると思うんですけど、いつぐらいに出るかな。ちょっといつぐらいにこの動画が出るかまだ決めてないんですけど、もうお盆も終わってると思うんですけど、皆さんどんなお盆をお過ごしになられたんでしょうか。私はね、お盆は仕事ですね。で、最悪なことに、14、15ぐらいかな、台風が来るんだよね。マジかよと思って、そういう時に限ったなのかね、在宅勤務ではなく出勤日なんですよね。在宅勤務だったらいいのになと思ってなんかね。でもせっかくなんかね、お盆休みで帰省したりとかね、なんかどっか遊びに行く予定だった方たちをちょっとかわいそうだなと思って。なんか進路見ると、名古屋とか、大阪とかの方に行きそうな、今日の時点ではですけど、そんな感じするんですけど、果たして結果はどうなってるんでしょうか楽しみですね。1号球の、そういえば、この前の動画で出てると思うんですけど、前の動画かな。修理したんですよ。ウィンドウバイザーと、あと、ウォッシャーノズルか。修理したんで、どんな感じかな。あ、出るね、ちゃんと。車がね、めちゃめちゃ汚いんですよ。で、今日ね、本当は飯食い行く前に洗車しようかなと思ったんですけど、台風がもう来週にはやってくるんで、まあ、洗車してもしょうがねえかなと思って、そのまんま、いや、ちょっと汚いんですけどね、雨、昨日も、一昨日か、夜ザーザー降りだったし、車も洗車してやんないと、と思ってはいるんですけど、なかなかチャンスがなくて、なんか久々にね、この1号球に乗った気がするんですよね。2週間ぶりか3週間ぶりか、ずっと147をね、転がしてたんで、147ばっか乗ってたからね、1号球、まあ、工場に預けたりもしたしね。いや、もうこのお盆の時期、あれでしょう。皆さんどっかね、帰省とか行ってもニュースでやってたけど、もうすごい、昨日の金曜日の、木曜日の夜の時点で大渋滞が発生してましたね、なんかね。みんな早めに出かけて、みたいな。夜中のうちに出て、朝方着くとか、そんな工程で皆さん行ってるみたいですね、やっぱね。渋滞を避けるために。皆さん渋滞にはまらずに、うまく目的地に行けたでしょうか。いやー、でも暑い。エアコン入れてんだけど暑い。ダメだね。あと、なんか触ると暑いんだよね。まだ。丸亀製麺、ね、久々に行く感じがするな。なんか、2ヶ月ぶりぐらいかな。丸亀。丸亀のぶっかけの大盛りを食うんですよ、いつも。今日もそうかな。話は変わるんですけどね、1号球好調ですね。なんかおかしい挙動とかもないし、エンジンもすこぶる絶好調っていう感じでね。なかなか、やっぱあれだね、いい車ですよ。
1号機、こういう市街地でトロトロ走ってるとなんか良さはなかなかね伝わりにくいけど、まあどの車乗ってもらしいって感じだけど、ある程度巡航速度で走ってるというふうにはね、すごい快適、快適だしね、楽しいですね。ハンドリングもね、退屈じゃないんですよね。ハンドルも重いんで走ってる感もするしね、すごい。このセレスピードのクラッチのつなぎが何とも言えないダイレクト感も感じることができるし、本当はパドルシフトでやった方がいい、なんか楽しいんだろうけど、なんかねパドルシフトを、僕の場合ですけど、なんかパドルシフトを頻発じゃないなっていうの、使いすぎるとなんかね故障しだすっていうかね、なんか調子悪くなるんで、なるべくパドルシフト使わないようにしてるんですけど、たまには使いますけどね、ちょっと一足落としたいなとかさ、ちょっとねここまで引っ張らなくてもいいよとかっていう時にパドルでちょっと調整したりはするんですけど、やっぱ147とは違いますよね。どっしり感がやっぱりセダンだけあって、どっしり感があって、トルクはねどうだろう、まあ2リッターと 2.2 リッターのさ、1号機は 2.2 リッターなんで 0.2 リッターの差っていうのはまああるのかもしれないですけど、あとまあマニュアルシフトとセレスピードっていう違いもまああるんで、一概には言えないですけど、1号機の方がやっぱトルク感は感じるかな。147はねトルクはなくはない、下の方からトルクは出るんですけど、やっぱ回してなんぼのエンジンなんだよな。1号機はね、まあやっぱりセダンなんでしょうね、こう下から上までそんなにトルクのこう変化もなく、ナチュラルな感じ。まあもちろんギアとかね、ギア比とか落としてガーッと踏み込むとガーッていくけど、なんかそこまでこうガンガン踏んでいくような車でもないような気がする。でもなんか他の国産とか他の車に比べるとなんかじゃじゃ馬な感じもしないでもないですよね。アクセル踏み込んだ時のトルクの出方っていうのかな、まあダイレクト感っていうのはそういうところなのかもしれないけどね、マニュアルじゃないけどマニュアル的な、まあ、そういう面白さが1号機はあるかなと思いますね。だからねあんまりねこういうストップアンドゴーのあるようなところっていうのがねあんまり走りたくないなっていうのが正直なところですね。渋滞とかさ、まあ、渋滞好きな人はいないと思うけど、まあそんなこんなでね、これなんかどっしり走りたい時っていうの、ちょこちょここうなんかマニュアル操作しながら小気味よくなんか走るんじゃなくて、ゆったりどっしり走りたい時ってのは1号機ですかね。今日はねなんかそんなにこうごちゃごちゃ走りたくないっていうのもあったし、ちょっと2週間ぐらい乗ってなかったから、やっぱね本当は車ってのは毎日走ってやった方がいいんだろうから、たまにはこうね車出してやんないとっていうのもあって、今日は1号球なんですけど、さて丸亀製麺見えてきました。丸亀さん、丸亀オフをねしようと思ってね計画してたんですけど、なんか許可が出なくって、丸亀さんにまあそりゃそうだよなと、丸亀製麺に朝から集まってオフ会とかなんかね、それはいくらなんでもうちはうどん屋なんだけどっていう風に言われちゃいますよね。よいしょ、うまそう。明太子のおにぎりもつけちゃいました。ま
あ、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。美味しかった。生き返った。よいしょ。はあ、生き返りました。やっぱうどんうまいね。丸亀がやっぱり一番うまいかな、うどん。あ、そんなことねえか。国分寺にもね、うまいうどん屋あるんですよね。たまに、ウーバーとか頼んで食うんだけど、丸亀も全然美味しい。ボリュームもいっぱいすごいし、満足でした。というわけで、今日は丸亀製麺に来て、ちょっと1号級の話もちょっとしたって感じですね。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。